いないよね。いるっけ。ユーリがいない。ユーリくんがいないな。いる？いる？嘘、嘘、嘘。あ、いた。いたよ。ウェイ。ヒロ君ずっと無音で喋ってたでしょ。嘘、マジ？なんで無音だったんだろう。わかんないけど、なんか口の動きで、うん、マジと最後は分かった。聞こえると。うん。マジで聞こえないっていうのは分かったわ。久しぶり。久しぶり。遅くなっちゃった。ごめんね。ふわ。全然元気？元気。俺は全然元気よ。けど。何してんの？いつもコロナで。最近？うん。何もしてないよね。だってなんか千葉だからさ、もう千葉とか行っちゃったけどさ、東京全然行けないからさ。そうね。うん。本当はインスタライブやろうよって誘った時さ、うん。もういきなりスタジオで歌ってくれないかなとか思ったんだけど。あ、そういうこと。そうそう。うん、でもさすがにちょっと今は微妙かなと思って。あのスタジオってどこでやってたの？ね、家の近く。あ、地元のってこと？そうそうそう、初めて行ったよ。あ、そう。うん。なんかでも千葉はめちゃくちゃ安いよ。何、スタジオ代がってこと？うん。1500円ぐらいだもんなって。マジで？うん。でも今、うん、路上ライブだけでさ、ご飯食べてたから。うんうん、ご飯食べてた。もう今死んじゃいそうだよね。そうだよね、路上できないもんね。そうそう。でもアーティストさんもライブなくなるから大変だよ。いや、やばいよね。ヒロ君やばい？マイファスもやばい？マイファスマジでやばい。そうだよね。いや、なんかさ、すごい、うん、なんだろうな、こう、ざっくり説明すると、うん、メジャーとかさ、うん、大きい会社だとさ、うん、まあ、その音楽専門だと結構厳しいけど、うん、でもその結構いろんなことをやってる会社ってあるじゃない。うん、担当 の所属がアーティストだけじゃない会社ってあるじゃん、うん、俳優さんだったりとかさ、うん、なんか漫画家さんがいたりとかさ、芸人さんがいたりとか、うん、っていう大きな会社だったら、まあまだその他でさ、うん、立てつくんだけど、うん、でもその俺らは完全個人だからさ。そうだよね。そう、俺らもシンプルにしんどいし、アーティスト側もね、うん、しんどいし、あとまあその事務所としても相当しんどいよね。ああ、なるほど。そう、もうその吐き口がないから何にも。その個人、ラットの野田くんも言ってたけど、うん、なんかツイッターで言ってたやつか。そう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 、もう個人事務所は結構本当にどん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 死んでいくよね、このままだとね。うん、いつ終わるんだろうね。まあ終わるっていうか、どうなんだろうね。この間もニュースで、なんかニュースではまあ年末まで行くかもねと言ってたけど、うん、まあでもその皆さんの協力次第でみたいなことを言ってたから、うん、まあどんだけみんながこう自粛してくれるかというか、うん、家にいるかどうか。このインスタライブでとりあえず4000人は自粛してくれてるみたい、お家で。素晴らしい、素晴らしいです。
素晴らしいです。皆さん自粛してますか？してんのかな？してんのかな？みんなお家にいるのかな？これいなかったらダメだよ。ダメだよ。でもなんかしてるみたいだよ。ほんと？あ、わかんない。顔文字が多いね。あ、お家だ、お家って言ってる。あ、自粛してるってみんな。だってほら、一回ツタヤ行ったんだけどさ。え、いつの？どこの？いや、地元のツタヤ。うんうんうん。やってないし。漫画。やってるよ。やってんの？やってる。へぇ。いや、あまりにも暇すぎて、もう漫画レンタルできるから。どういうこと？漫画レンタル。漫画をさ、ツタヤって貸してんの。借りるの。うん。でも、ハンター×ハンターをもう全巻借りてきた。やば。今更うん、だってなんかみんな面白いって言ってるけどずっと読んでなかったから今更なんか今のうちに読んどこうと思って読んでみてる。そうでしょ、あなた読んでる？いや、俺は全部読んだよ。ほんと？今32巻ぐらい、あと4巻で追いつく。あれ36巻だっけ？そう、そんぐらい。でもなんかちょっとそのまあ、ハンター×ハンターってさ、うん、すごい伝説の漫画でさ、うん、その作家の富樫さんがさ、うん、なんかこうすごい、なんだろうね、こうまだジャンプに乗ってた頃、うん、確かジャンプだった、ジャンプだよね、ジャンコミだった、ね、そう、ジャンプジャンプに乗ってた頃とかさ、うん、その知らないでしょ、下書きとかでさ、あ、なんかね、あれで見たの、アメトークで見たの。あ、見た、下書きの状態とかでさ、うん、そのワンピースとか、うん、ブリーチ、ナルトとか、そのなんか、ね、ああいうさ、他の連なってる中で、一個だけさ、下書きの、なんか、とんでもない漫画が混ざってるわけよ。うんうん、何これみたいな、うん。もうでも、あんだけやっぱ対策になるとさ、それだからって別に打ち切りとかならない、うん。うん。なんか、すごい伝説の漫画じゃなかった。でもさ、ちょっと、俺めっちゃ頭悪いからさ、うん、結構文字数が多くない？それも富樫さん次第というか、あれでしょ、気分でしょ。そう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 、なんか後半はどん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 小説みたいになってくるね。うん、そうそう、うん、分かるよ。だからだんだん分かんなくなってきてるのよ今。あ、そのついていけなくなってきてるよ。そうそう、キルアが一番好きって言ってるわ。え？キルアが一番好きって言ってる人がいるわ。キルアね、ゾルディック。かっこいいよね。うん。あとさ、一個聞きたくてさ。何？なんかインスタグラムで、うん、なんか DM でひろゆきくんがポケモンやってんのがどうのこうのみたいなストーリー見たの。うん、うん。ポケモンの話してたみたいな。え、ポケモンやってんの？ポケモンシールド？シールドだっけ？やってんの？やってるってか、やることないからそれしかすることないんだよね。嘘、俺もやってるよ。嘘。俺もうゲームばっかだよ。俺でももう全部クリアしちゃったよ。え、結構捕まえてる？もう全部捕まえ終わった。あ、マジか。俺、出た時に買って、うん。あの表紙にいるポケモン捕まえてやめたのかな。え、それその後もストーリーあるからね。あ、そうなの？あるよ、その後もストーリーかなりあるよ。最初誰選んだ？なんだっけ、火のやつ。あ、火のやつか。なんかあいつがいいらしいよね、やっぱり。うさぎね。うんうんうん。山と全部その最初に情報仕入れてからやるタイプだから。あ、そうなんだ。今までもやってた？え？今までもやってた？いや、俺最後いつなんだろうな。ルビーサファイアじゃないかな、最後やってたの。うんうん、ルビーサファか。で、最後かもね。それ以降やってないね。確か。だってなんか、スイッチ持ってて、うん、ソフト持ってなかったんだけど、前さ、ひろくんとスマッシュブラザーズやったじゃん、スイッチで。やったね。で、ちょっと負けたくないなと思って、買った。俺スマブラ買おうと思ってるもんね、今次。いやいやいや、無理だって。あれはもうセンスだから。多分次めちゃくちゃ強くなってるよ、俺。え、絶対なってない、絶対なってない。絶対なってない。ちなみに皆さん、ひろくんは、サムスが好きですよ。
初心者が一番使いやすいキャラ。遠くから撃ってくる。遠くから撃つ。あの卑怯なやつね。うわ、懐かしい。いやー、カラオケとか行きたいけどな、一緒に。っていうか、やってないんじゃない、カラオケ。そう、やってない、やってない。やってないよね。昼間はやってないの。やってないんじゃない、さすがに。でもなんか、千葉と東京ちょっと違うっぽいよ。どういうこと？だって千葉結構やってるもん。やってていいのか分かんない。カラオケ？いや、カラオケは分かんないけど。ご飯とか結構普通にやってるよ。あ、ご飯屋さん？うん。ご飯屋さんはでもまあ東京もやってるっちゃやってるんじゃない？あ、やってるんだ。やってると思う。なんかテイクアウトとか増えたね。うん、あ、なるほどね。確かに増えてる。お弁当とか、うん、テイクアウトとか増えてるけど、でも、なんか、それさえもさ、ちょっとどうなの、うん、みたいな、こう、まあ問題にもなってきてるじゃん、ちょっと。あ、まあその、どこでもらうかわかんないし、コロナをね、うん。で、しかも、自分が持ってるかもしれないじゃん。うん、その、発症してないだけで。うん、それをまあ移さないようにとかっていうのも全部含めて、でもやっぱさ、そのずっと家で一人でいるとちょっと気も病んでくるしさ、うん、なんかこう、なんつうのかな、まあ自炊とか、まあ出前とかさ、うん、なんか出前もどうなのって感じだしね。今なんかウーバーイーツとかはあれだよね、玄関前に置くみたいなシステムされたでしょ。うん、そういうの使ってもいいし、まあ本当インスタント系作って食べてもいいし、自分で自炊してちゃんと料理作っても食べてもいいけど、うん、結構自分一人のためだけに料理するってしんどいじゃん、かなり。かなりしんどいじゃん、一人暮らしの人とかって。うん、だからやっぱその、まあ、気分転換じゃないけど、うん、とかまあその、まあ、ちょっとした、なんだろうね、こうご褒美みたいなものとしてテイクアウトとかお弁当とかご飯屋さんがやってたりするんだけど、うん、まあそれもちょっと危ないですよねっていう声もあるから、うん、俺はちょっとやってないけど、うん、どこもあんまりそのお弁当をもらいに行くっていうのはちょっと確かにやってなさそうだな。なんか抵抗はすごい、うん、だったら食べたいじゃんそこで。まあ確かに。なんで持って帰らせんのよみたいな。なんで、いや、ちょ、やってよ、そこに。うまいことやってよ、みたいな。うん。最高の温度で食べたいから、うん、あんまりその、持って帰るとかはしないけど、うん、でもやっぱしたい人とかいるじゃん。うん。あら、まあ、それしんどいよね。だってもう最近俺、でもな、確かにな。でも大好きだった焼き鳥屋さんがテイクアウトをこれで始めたの。あ、マジで？うん。なんかもう、今度それ食べてみようかなとか、なんかそういう。焼き鳥こそその場で食べたくない？なんかね、焼き鳥屋さんの締めの親子丼とかを、あー、そこの丼とかってことか。そうそう。だからなんかそういう楽しみ見つけてくみたいなスタイルになってる、最近は。まあそうだよね。うん。いや、そうなるよなぁ。あとはもう家で歌ってるだけかな、最近は。ああ、そういうことね。そうそう。まあでもインスタの動画とかは別に撮れる。うん、全然撮れるから。まあ路上がね。うん。そう。できないっていうのがね、きついよね。うん。路上な。今やってるやついんのかな？さすがにもういないかな。いないんじゃない？もう立ち止まる人もいないもん。でもそもそも人がいないからね。うん。うん、今日夜やるんですよ。え？路上？じゃあ路上じゃない、スタジオで。うん。で、一人だったら大丈夫だと思ってて。うん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 。その家の、本当にめっちゃ近所だから。うん。スタジオで、こう歌うみたいな。アコギ持って一人で弾き語る。そうそうそう。で、最初が1000人ぐらいだったんだけど。うん。2000人超えますみたいな、次頑張りますとか言って、うん、バイバイゲームにしてったらすごい増えるんじゃないかなと思って、はい、
で、4000人ぐらいはいけんのかなと思ってたんだけど、うん、ひろきくんとコラボして、うん、やっぱ俺がいると3700人だから、これかなり厳しいんだなって今すごい実感してるわけ。どういうこと、どういうこと、どういうこと。だから、先週の日曜日が2000人だったの。うん、で、友達一人呼んでください、次は4000人目指しますって、来週の分かるよ、まず4000人目指しますって言ったんだけど、うん、この6時からで多分これ4000人ぐらいだったんだ、さっき。うんうんうん、ね、ひろきくんと喋って4000人だから、うん、俺結構4000人って大変なんだなって今。いやいやいや、俺と喋ってって言っても別にただ喋ってるだけじゃん。まあまあまあ、まあ、そうだけどさ、でもやっぱだったら歌やってる方が聞きたくない？そうかな。俺はそうだね、さすがになんか誰かが喋ってるのを、まあ、もちろん見たいっていうのも分かるけど、うん、でもだったらなんかこう、まあ歌ってる方がいいね。ちょっとマイファス歌うから来てくださいってみんなも。俺も見てるわしゃ。ほんと？うん、もう弾き語りでさ、マイファスのさ曲歌おうとしたんだけどさ、ちょ弾き語りだと難しい曲ばっかりやん、うん、あ、まあコード進行とかね。うんうん、歌がやっぱかっこよく歌えるかさ、歌えない、なんかとりあえず歌えても、うん、なんか上手に歌えないみたいな、かっこよく歌えないみたいなのがあって自分の中で。え、なんかさ、すごい結構みんなそれ言うじゃん。うん、まあまあ言われることもあるんだよ、俺らも。その声が高いからとか、うん、キーが高いからとか、うんうんうん、あのなんだろうな、専門学校とか行った時とかにさ、お、自分は声低いんですけど高い曲歌えるようになるのにはどうしたらいいですかみたいな、うん、え、俺はちょっと分かんないけど、うん、カラオケとかでさ、うん、そのキーを下げるっていうのは邪道なの？いや、俺は下げてるよ、全部下げてる。全然いいよね、俺それめ全然いいと思うんだけど、俺は全く抵抗ないんだけど、うん、たまにいるね、確かに。なんかさ、いやいや、キー下げるのはちょっとみたいな、うんうんうん、のとか言う人いるじゃん。うん、ちょっと意味わかんない。あと、だって女の人の歌どうやって歌えばいいのって感じだよね。絶対自分の声が一番よく聞こえる状態でその曲を歌った方がよくない？うん、絶対そう、絶対。だってその曲はみんな多分知ってるんだから、うんうん、だったらお前がベストな状態で歌える。いや、無理にそのキー出されても、うん、まあね、ちょっと痛いもんね、耳が。そう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 、うん、なんかこれ、まあ、ひろきくんに合わせると大変ですけど。いやいや、すいません。すいません。すいません。いや、本当にね、でもね、やっぱりね、でも例えばその With You とかは、うん、いや、わかんない、なんか本家をさ、めちゃくちゃ近くで聞いたじゃん、やっぱり。聞いたっていうか、もうライブでしょ。ライブで聞いたし。なんか、だからなんかさ、あっちの方が絶対かっこよかったなと思ったのが、歌うの嫌になるね。わかる。あー、まあでも別物でしょ、それ。うん、完全に別物として捉えないとさ。まあね。うん、でもなんかそのフェイクを真似してるとき、なんか、あ、やっちゃってると思っちゃう。やっちゃって。なんかフェイクは自分らしいのを出したいなと思って、その感想とか。俺でもユーリのフェイク結構好きだよ。本当？うん、あの頑張ってる感じありがとうございます。頑張ってる感じってなんだろうね。いや、俺初めてその聞いた時から、うん、めっちゃ歌心あって超いいなと思った。ありがとう。俺なんか結構フェイク歌やってる人ってさ、分かると思うけどさ、うんうん、曲はもちろん歌えるのは当たり前じゃん、だって、うんうんうん、そのパッて聞いてさ、あ、うまいなって思うけど、うん、その後こうどうフェイクを入れてくるかとかさ、うん、そのどんなメロディーのアレンジしてくるかとか、どんなふわりをこう変えてくるかみたいなところに興味持ったりするじゃん、うん、歌やってる人って、うんうん、それももちろん好みなんだけど、うん、自分の好みにガチッとハマってくる人か、ハマってこない人かって結構いるじゃん。わ、うん、かるわかるわかるわかる。俺結構ユーリはハマってきたと思う。あ、ほんと？うん、かなり。嬉しい。みんな、俺褒められてんだよ。わかってるよ、そんな。でも、あのさ、かくれんぼのやつがさ、うん、マイファスバージョン俺は全然聞いてなかったから、うん、
撮ってると思あのちゃんと撮ってると思ってなかったからさ、あの家で初めて聞いた時、うん、おーさ、うん、おーふーって言った時に、うんうん、俺は自分のフェイクが一番かっこいいと思ってレコーディングしてたから、うん、わかるよ。しかも俺結構いろいろ考えたけど、あれしか浮かばなかったの。しかもはい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 、そしたら、あ、こんなのあったのにみたいになって俺も裏声使いたかったとか思ってさ使えよ別に使えよ、なんか言っちゃったし気合いでとか思ってすげえわかるよ、その時あるよね俺もあった、うん、あのとりあえず全部こう字で頑張るみたいな、そうそう、行きたくなっちゃうんだよね。字で頑張った方がいいと思ってたんだけど、うん、でも、もともと R&B とか超好きだったから、っていうのをもう一回聞き直してたら、なんかすごいこうまたハマるサイクルみたいなのあるじゃん、自分の中で、うんうんうん、こういうのたまに聞きたいなみたいな、うん、っていうサイクルに入った時に、なんかすごいこうファルセットに魅力を感じて、あ、なるほどね。そう、なんか全部やってみようかな逆にみたいな逆に全部今までしんどかったところファルセットに変えてみようかなと思って、うん、でもそれはちょっとやりすぎなんだけどなんかそのちょっとバラードとかさ、そういう曲はすごいやっぱ映えるから、うん、ね、確かに、うん、これから使いますよね、もっともっと。いいと思います。とても2曲目のかごみも結構気合でいっちゃってるから、まああれは聞いたけど、うん、すごい良かったけどありがとう。あれでファルセット使われてもって感じじゃない？もう気合い入った方がいいような感じ。もう歌詞が、うん、歌詞。もうね。きっちゃんって言われてる。きっちゃんじゃないです。何だ？きっちゃん？はてなってきたから、きっちゃんじゃないですって。多分俺のこと言ってんじゃない？いや、なんかあれでしょ。マイバスのオフィシャルが、うん、誰かコメントしてんじゃない？でも表示されてる？そうなの？多分ね、マイファスのオフィシャルしてるんだけど、そっちで見える？ね、今探してます、自分。ね、コメント多い、すごいよ。わあ。コメントがね、すごい多いんだよね、ありがたいことに。ちょっと探しません、もう一回、公式さんつぶやいてもらって、コメントしてもらっていいですか？多分ね、俺の予想はね、ノリだと思うよ。オフィシャルさんおるよ、だって。へー、すごいな。だって友達から来たもんね。何が？え、あれインスタライブする人って有名な人じゃないのみたいな感じで来た。どういうこと？そうだよそうだよとか言ってなんかインスタってさ、意外とずっと見てなかったけど久々に見るみたいな人がいて、うん、なんか今までの俺のことは全然知らなくて、うん、でたまたま開いたらあの写真がストーリーに上がってて、うん、明日18時から一緒にやるってなってたから、もうびっくりしてるよね。あー、そう、うん、いや嬉しいですね、その知ってもらえてるのは。うん、でも電車で声かけられたよ。なんて？でもマイファスのファンですって言われて、いや俺マイファスじゃないけどとか思って知らねえよいやそんなこと言わないけど、あ、俺も好きだよって言っといた。嘘でしょ困るよね。いやちょっとびっくりしたけど、でも嬉しかったけどね。すげえ困んないあるよ。俺もちょっとそれに似たようなので、うん、あの私のお姉ちゃんがマイファスすごい好きなんですよそれで困るね。私の妹がすごい好きでとか、私の友達すごいマイファス好きなんですよとか言ってくるんだけど、うんえ、お前好きじゃないんかいみたいな。いやいや、そういう気持ちの方が受け止めればいいわけみたいな。もう好きって言ってよって感じだよね。そう、ありがとうございますみたいな。うん、でもなんか、いや、私のことじゃないんでみたいな顔するさ。あ、まあ、分かってるけど、でも、何も言えないじゃん、俺、その後に。うんうんうん、あれ、結構なんか、何とも言えない負の空間が漂うよね。うんうん、いや、だから本当、電車だからさ、もう。あ、俺もう次で降りた方がいいかなとか思ってさ、気まずくて。いや、じゃあ仲いいは言って、なんだろう、知ってんのかな。まあそれ知ってなきゃ言わないけど、向こうも、うん、なんかこう、なんか聞かれたらさ、うん、なんか
気まずさに耐えられずに何でも答えてしまいそうだった。あ、ひろきくんねとか言って。いや、別にこれ、これ答えられないこと基本ないから、別に。教えちゃいけないことも基本ないし。のりさんのコメント気づいてあげてだって。え、来てなくない？見えないんだけど、俺。来てるよ。俺が探してくる。行ってきます。ひろちゃん正解って言ってる。え？ひろちゃん正解って言ってる。どういうこと？誰が誰が？え、だから公式、のりさんだってことが当たったってことだ。ああ、そういうこと。2秒でわかるわ、こんなの。暇だぜって。まあね、暇だぜって。暇だぜって、こっちはインスタコラボしてんのにさ。何やねん。されてんのかな、されてんのかなっていうコメントだけ見れたわ。されてんの？うん、されてんのかな。これもうすごいな。ちょっと、いやでもこの後な、何歌うの？何歌うの？うん、そら言ったら面白くないじゃない。何急にもったいぶってんの。でもかくれんぼと、うん、前回は30分そう立ってライブみたいなして、うん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 、後半30分はあのいつものインスタライブみたいな、あのいつものインスタライブって言っても分かんないから、見てる人がリクエストこの曲歌ってくださいって言われきたら、うん、知ってる曲がと歌えそうな曲は1番だけ歌ってどんどんやっていくみたいなやつで。え、だってそんなの無限に来ない。ね、だからその知ってそう、なんか歌えそうな曲だけ永遠に歌い続ける30分。あ、そういうことね。そうそう、なんかちなみにマイファスってめっちゃ来るよ。あ、マジで。うん、無理だバカって言えば。いやいやいや、やばいでしょ。やばいでしょ。でマイファスほんと高いからな。まあね、ウィズユーがめっちゃ好きなんだけど。あ、ほんと、うん、しかもね、ギターもね、ちょっとあれは簡単ですね。うざあのね、すごいね、最初見たとき、うん、あの路上でやるときって結構このコードを見てさ、あんまりすごい難しいとちょっと飛ばしちゃうんだけど、うん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 、これすごい最初コードが簡単でこれいけそうだと思って練習したんだけど、うん、そこからもう歌はもう高すぎてもう、まあ、そうだね。キーが高いよね。別の状態が表示でくるよね。そう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 、ね、カポ2につけたら簡単なだけで、多分本当はちょっと難しいのかもしれない、もしかして原曲キーだと。あっていうか、まあリズムがちょっとむずいね、どっちかっていうと、ね、いかついリズム入ってるから。ドラムとかやばいと思う。弾き語りだからさ、うん、あとまあギターがそんな上手じゃないから、その難しいことしようとしてもできないの分かってるから。で別にさ、うん、弾き語りなんてパワーコードでいいんじゃない。そう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 、だからなんかね、でもこれジャンジャカジャンジャカじゃない、フォークシンガーみたいにならないようにしてる。フォークシンガーディスってるわけじゃないけど。フォークシンガーみたいな、どういうこと、どういうこと。そう、なんかだからこのこれでずっと歌わせるのはやめようとしてる。あ、あいみょんみたいな。いや全然全然、あいみょんすごい好きです。なんで急に敬語なの。あいみょんすごい好きです。これなんかディスってるみたいなのやめよう。そのあいみょんを敵に回したくないみたいなね。いやいや、全然敵に回したくないとかじゃなくて、そういう浅はかな保険やめて。そういうの見逃さないから俺。怖すぎる。でも俺昨日弾き語りあいみょんの作った曲歌ったんでね。あいみょんさん好きです僕。猫、どういうこと。猫って曲知ってる。あー、北村くんのバンドの。そう、うん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 、ディッシュってやつ、あれあいみょんが作ってるらしくて。そうだね、らしいね。うん、それ昨日インスタに投稿した、ね、うん、うんうんうん、あれでしょ、ファーストテイク、そう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 、見上げてるやつでしょ。うん、猫ね、もう自分ちょっと YouTube ファーストテイクみたいなことしてるから。え、一人で勝手にファーストテイクってこと。でめちゃくちゃコメントに来るもん、これファーストテイク真似してますよねって言われた。8時から。そう、8時から。
でもほんと歩いて3分ぐらいで着く。あ、そんな近いんだ。うん、いいね。でも別に4000人行くんじゃない今日。行くかな。うん、だって今、ね、でも喋ってるだけで3800人ってすごいよね。このなんかだって普通の会話じゃん。コメントを読んでるわけじゃないよ。だってあんまり。そうだよね、そうだよね、うん、いやコメントはね、なんか来てるかな。ヒロ君困ってきてるよ。え？あいみょんのくだりの時だね、これ多分。マイファスツイッターでノブの面白画像更新されたよ、わらだって。見てみます。ゆる君の見に行く。ありがとうございます。ヒロ君もさ、今度さ、いつかコロナもうちょっと収まってさ、うん、インスタグラムのさ、俺の1分のさ動画投稿してんじゃん毎日。インスタグラムの1分の投稿、ああ、はいはいはい、あれ今度いつか本当に一緒にやってくれたらとても嬉しいな。全然いいよ。本当？全然いいよ。ちょっと曲はまた話し合って決めましょうね。うん、でも結構好きな曲はかぶってるの結構多いと思うんだよね。洋楽ってこと？洋楽とかもだし、うん、でもせっかくだから邦楽がいいな。何？何がいいかな。なんかバズりそうとかで考えるのはなって思って、うん、結構よくない？せっかくやるんだったらなんかそういう系の方がいいんじゃない？何がいいかな。いや俺ね、一応ね、一曲だけ撮ってんのよ。ヒゲダンのさ、うん、I Love ってやつはまだ歌ってないのね。あー、ドラマの主題歌のやつね。そうそうそう。あれ、ね、そうそう。あれ、むずくね？はい、イレーギュラーが高すぎる。あ、でも高さは大丈夫だ、絶対。いや、なんか、いや、高さの問題じゃなくて、そのメロディーの変化率というかさ。あー。すごくない？あれだって。すごい。もうこんなんじゃない？うん。一回なんか、もう結構前、これももう2ヶ月前ぐらいかな、2、3ヶ月前ぐらいに、なんか友達にアイラブ歌ってみたいになって、カラオケしまって。うん。で、その曲知らなかったのよ。うん。俺、もう宿命で止まってたから、アイラブ、アイラブみたいな。うん。じゃあその場で聞いて歌えるかどうかちょっと聞くねみたいな、うん、ちょっと聞いて覚えるわみたいな感じだったんだけど、うん、全然覚えられない。ボロボロだった記憶がある、すごい俺の中で。そう、俺もちょっと難しいから歌ってないんだよねまだ。え、でもリクエスト来るってこと？アイラブ来る来る、すごい来る。あ、そう。うん、ヒゲダンね、115万キロもすごいいい曲だけどね、あれね。うん、なんか YouTube 俺のおすすめ出てきたもんだって、2人で歌ってたやつ。ウケる。俺でもあれだよ、もうなんかあれでちょっと歌えた気になってるから、あれから全く進歩してない。まだちなみに原曲聴いてないから。聴いて、頼むから。もうなんかなんとなくあれでちょっともう歌えた気になってるから。たまにコメントでさ来てるよ、 Twitter とかで書いてあるよ。なんか俺も一緒にタグ付けされるんだけど、ヒロキの115万キロがやばすぎて、こっちばっかり聞いてるみたいな。ウケる。こっちばっかりって別にただのあれインスタライブの動画でしょ。そう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 、まあいい曲だよね。うん、いや暇だよね。いや本当やばいよね。だから今日はインスタライブして、うん、ハンター×ハンターを残り4巻読んで、うん、もう寝るだけ。ヒロ君は今から何すんの？いやなんかね、昨日からずっと悩んでるんだけど、うん、あのファイナルファンタジーが出たんですよね。ああらしいね。知ってます？うん、知ってる。持ってないけど、ファイナル7かな、ファイナルファンタジー7が出たんですけど、僕全くやったことないんですよ。ファイナルファンタジーたるものを。あ、そういうことね。FF 自体はやったことないです。一回もやったことないんですよ。うん、ね、なんか、セフィロスとか、うん、
そういう単語は知ってるんですよ。クラウドとかね。単語っていうか登場人物は知ってるんですよ、なんとなく。うんうんうん、でも、そのセフィロスとかクラウドとかが、うん、どういう立ち位置のキャラなのかわからないから、うんうん、感情移入できないんじゃないかなと思って、うん、でしかもいきなり7でしょ、うん、そんなやついる？え、つながってんのあれ？俺もちなみにやったことないよ。いや、つながってるっていうか、そのなんかそのこのキャラ、まあ、そのセブンからやっても楽しいんだろうけど、当たり前のように。でもなんかリメイクらしくて、なんかのあれ、今からやっても楽しいんだろうけど、やっぱさ、そのずっとやってる人との感動値が違うじゃん。まあ確かに、分かるよ、分かる。絶対に、うん、からなんかその同じ感動を味わえないんじゃないかなと思って。じゃあ1からやんなきゃ。え、そこまで熱量ちょっと持ち合わせてないんですよ。残念ながら。ゲームめっちゃクリアしてるって書いてたら何クリアしたの？ポケモン？ポケモンと、うん、あと、なんだっけな、無双オロチっていうなんか。あ、わかる、知ってる知ってる。三国無双。わかる。戦国無双と三国無双が混ざったやつ。もう無敵のやつよ。と、あと、なんだっけ、モンハンと。ああ、いいね。あと何やったっけな。なんか結構かっこいいゲームだね、全部。あの男の子が好きそうなゲームだね。うん。俺動物の森やってるよ。うわ、ないわ動物の森。みんなやってない？なんか。やってるやってる。昨日インスタライブ、昨日だっけな、昨日もしたんだけど。うん。ノブってこと。うん。したんだけど、ノブもなんか動物の森やってるって言って。いや、ちょっと動物の森はちょっとできないよね。ちょっとさすがに。だって見合わないもん。え？見合わない。いや、ちょっと森ってつくのもあんま好きじゃないんだよね。やば。なんでどういう意味？なんか森ってつくのもあんまりなんか。ちょっと抵抗あるんだね。別にいいじゃんそれは。いや、なんか昔からオロチの方がやばいけど。いやいやいや、なんかやっぱさ、ちょっとね。しかもなんかあれでしょ、今回はこう無人島がテーマなんでしょ。そう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 、無人島でなんか穴掘ったりとか。いや、それ今まで一緒だよ。魚釣ったりするんでしょ。うん、一緒一緒、今までと。あ、そうなの。うん、なんか友達、あれなんなの、そもそも。ちょっと全然システムよく分かってないんだけどさ。だから俺もあんま分かってないよ。だから分からずやってる。え、やばくない？それ一番気違いなタイプだもん。いやいやいや、なんかね、でもあれそんな深くないから別に。いや、深さなんか求めてないんだけど。そりゃね、深さなんか求めてないんだけど。うん、なんて言うのかな、そのどうなったらゴールなわけ、あれは。ゴールはないよ。いやいや、かもしれんわ。急に哲学みたいなこと言うの。いや、なんかね、だから俺、お金いっぱい集めるゲームって言ってる。え？お金をいっぱい集めてタヌキにローンを払うゲームって意味。何、ローンを払うって。なんかタヌキにお金払うんよ、とりあえず。そんな現実的なゲームなの？そうだよ。嫌なんだけど。俺ゴールはないってみんな言ってる。いや、お金とか払いたくないよ、ゲームの中で。もう本当にしんどいよね。もう。すごい。さあ、ちょっともう現実社会でも。確かに。ねえ。うん、もう嫌だよね、本当。もう確定申告終わりかけた時期じゃん。もうこんな話もしたくないですけど。なんでバンドマンが確定申告なんて言わなきゃ。ちょっとね、嫌なんですよね。いや、本当に俺はお金がなくなったら路上ライブしに行くスタイルだったからさ、もう本当大変な。じゃあ何、なくなったら本当に路上ライブしに行くの、このコロナの状況でも。うん、どこでしょう、渋谷でいいかな。人いない。来てくれる。来てくれる。いないでしょ。でもその前、その今 YouTube 始めたんだけど、うん、なんかチャンネル登録増えたらその YouTube の投げ銭ライブができるらしくて。あ、そうなの。
そうそう。すごいね、今 YouTube。そう、だからちょっとやってみようかなと思ったけど。広告収入だけじゃないんだ。うん。その、こういうインスタライブみたいなやつで投げ銭ができるんだって。それ、どういうシステムなのかな？その YouTube のアカウントを持ってる人が、うん。こう、月末精査みたいになるってこと？いや、多分そうなんじゃないかな。なんか、その多分、17ライブとか、多分なんだっけ、他ショールームとか。うん。と同じなんじゃないかな、多分。違うのかな。俺、システムもちょっとよく分かってないから。17ライブとかは、多分、うん、アプリの中に課金して、見てる人にプレゼントみたいなのを押すんだよね。ポイントに。はいはい、そしたら、それが、何パーセントがお金になるみたいな感じらしい。なんかすっごいお金の話してるけど。あ、そうなの。うん。やっぱでも課金制だね。普通のアプリの課金と一緒だって。それが YouTube でもできるようになるってこと？うん、そうそう。すごいね。そう。だからやってみようかなと思ったんだけど。いいじゃん、YouTube。うん、そうだね。ただこう今こうライブやるにしてもさ、まあ、やっと曲が2曲あるから2曲だけオリジナルができるからいいけど、他は結局カバーだからな、もっといっぱい作んなきゃ早く。そうね、うん、でも今作ってもさ、レコーディングとかもさ難しいよね。まあそうだね。だとりあえず俺らはひたすら曲を作ってるね。でもああなるほどね。もうすることないし、それ以外本当に、うん、なんか暗い曲がいっぱいできちゃいそうだね、この時期みんな。まあね、ちょっとなんか明るい曲って言われてもちょっとむずいよね。うん、やっぱ詞が書けないなと。確かに確かに。ずっと同じ日々の繰り返しだからさ、うんうん、何の感情の変化もないわけ。自分の中でお腹減ったなしかない、うん、お腹減ったな、眠いなっていう人間の本能の感情しかないから。なんか人と会って、こいつマジムカつくなとか、うんうんうん、なんかうわこういう人すごい憧れるなとか尊敬するなとか、うん、なんかこの子かわいいなとかって思う感情がさ、うんうん、一切ないから。確かに歌詞がね、本当にね。起伏がないんだよね、感情の。うん、二人にアイラブ歌ってほしいって言ってる。あ、マジ？ちょっと僕がひろきくん口説いてきますね。今やろっていうか。口説くの今やろ。本当にやりたいな。いや、せっかくだったらそのギターともやりたいな。ん？ギターでやりたい。歌うんじゃない？カラオケとかじゃなくて。あー、そういうこと。うん。生で撮ってくる。そうそうそう、動画撮ってやりたいな、うん、いやでもまあそっちの方がそのインスタライブするにしても、うん、何するにしてもやっぱ絶対増えると思うよ、うん、だって俺が多分単純にこう喋ってるよりも、うん、なんだろうな、じゃあ明日1時間なり2時間なり、うん、こう弾き語りしますとか言って、うん、インスタライブした方が、うん、で絶対いつも気がするもんね、うん、からまあこうやって喋ってるので4000人ぐらいいるんだったら歌ってたらもう結構いくんじゃない、うん、ちょっと俺ギタリストで呼んでね、めちゃくちゃ下手だけど。いやね、隠れも離れないよ。ヒロ君部屋映ってるけど大丈夫？なんかさ、これさ、押しすぎるとさ、うん、パッパってダブルパックになっちゃうよね。壊れちゃうよね。え、壊れてんの？その、さっき声聞こえなかったけど。なんかね、ちょっとなんだっけ、iPhone ケースをしてるのよ。うん。で、バッテリーついてる Apple の
オフィシャルの製品なんだけど、うん、そっち側がいかれてんのか携帯がいかれてんのかちょっとよく分かんなくて、アップルやってんのかな今。あー、なんかとりあえずオンラインでは注文できたから新しいの注文したけど、あ、さすがです。いやなんかね、とりあえず外した。うんうん、よく分かんない。てか外も全く出てないじゃん。いや出てる、コンビニとか行ってる。あ、いやそういうのはね、うん、でも他の普通にもう自分の地元の駅から出ることはない。あ、そう、うん、まあそうだよね。そうだね、今は本当になんか出ると気まずいよね、なんか見られるのも嫌だし。まあ、うん、外ね、出てないな。行きたいけどね。なんかとりあえずいつだっけ？ん？最後会ったのいつ？飯食った時？あれ、あれから会ってないかな。あれ？あれってレッ、あ、じゃあレッドラインじゃないけどあれなんだっけ？アベストの、アベストかな。そんな、アベストか、アベストがあったね。でその後一緒にご飯行ったね。うんうん、そうそうそう、そうだそうだ、あの時か、1日かじゃ。うん、じゃあ1ヶ月ぐらいってこと？そんなもん。え、アベスト3月1日か。あ、そうだね、まだ1ヶ月ぐらいだね。まあ普通だね。普通だね。なんかでももっと会ってないイメージがあった。確かにね、昨日のそれこそノリとも話してて、うん、俺ら全然会ってねえじゃんとか言ってたんだけど、うん、やばいよ、もうなんか人生史上一番ヒロキと会ってないよとか言われて、うん、いつ会ったっけみたいな、うん、話したら3月20日に普通に会ってて。だってインスタグラム投稿してたもん。いや全然会ってるやん最近みたいな、うん、でもなんか10でも19日ぐらい、うん、で割と、そうかそうか、まあ長いよね俺らの中ではみたいな、うんうんうん、でしょっちゅう会ってるみたいな書いてあったもんね。まあね、会う、昔から仲いいの？昔から仲いいっていうか、うん、いやでもね、こんなになったのはで今出会って9年あ、長いねとかなんだけど、うん、マイファスよりも 8年ぐらいだから9年とかなんだね多分。あ、マイファスより前なんだ。もちろん、ま、だって彼と会って、マイファスが始まったから。ちょうど、そのマイファスが始まる、マイファスの活動期間プラス1年みたいなのが出会った期間だ、ちょうど。けど、最初の2年ぐらいは、俺、敬語だったと思うよ、ずっと。そうなんだ。うん、全然心開かなかったから。なかなか人に心開かないから。その時期に会ってたら仲良くなれてなかったかも。あ、慣れてないかもね。よかった。いや本当に本当になんかね、人っていうものにすごい抵抗があった時期だったからね。人間っていう生き物に。でも俺は本当に友達ができないタイプだから、うん、本当に嬉しい最近。連絡してると嬉しい。だってさ、この俺ほんと友達2人ぐらいしかいないもん、男友達。それ学校のってこと？いや学校とかじゃない、学校のとか、学校の友達とかほんとにいないかも。いまだに連絡取り合ってる高校のやつとかいない？一人もいない。一人もいない？一人もいない。中学もいない？え、中高一貫だった。ああ、じゃあどっちもいない？どっちもいない。あー、そう、そう、一緒だね、俺と。本当に一人もいない。俺も本当に一人もいない。だからね、本当にね、心配される、その仲いい友達にもたまに心配される。なんて？大丈夫って。え、みんないるもんなのかな、中高。あのね、一番感じるのが、うん、その忘年会シーズンに友達と忘年会してるみたいなストーリーをすごい見ると、うん、あ、この人もそうだよねってなる。どういうこと？この人もなんか、あ、じゃあ
こっちはすごい、例えばなんつうんだろう、最近仲良くちょっとなりかけたみたいな人も、うん、その高校の時の友達と忘年会とかしてると、あ、やっぱそういうのあるんだみたいになる。え、俺の周りに一人もいない、そんなやついない。もう俺の周りには一人もいない。俺の周りそんな人結構多いんだけど、でも、まあ、俺が聞いてないだけなのかもしんないけど、うん、なんか地元のやつととかいないね、あんまり。その同級生、学校の同級生と忘年会するみたいなやつはちょっと一人もいないね。うん、てかそもそもあんま忘年会してる人がいないね。ああ、なるほどね。会社とかのやつはあるのかな、みんな。ああ、そうそう、そういうのはあるけど、うん、友達同士でもなかなかやってる人いないよね。うん。でもたまに羨ましいと思うけど、なんかラウンド1に、かくれんぼのその PV が出たみたいな、MV が流れてるみたいなの聞いて、うん、でボウリング行きたいなと思ったんだけど、うん、ただそういう人が一人しかいなくて、うん、2人でボウリングはストイックすぎるでしょ。え、でも2人で別にボウリング良くない？でもわざわざラウンド1まで行ってたよ。まあそれはしんどいね。相当仲いいよね。そうそう、だからちょっとまだ見れてないんだけど。っていうかもうなんか昼間遊ぶことなくなったでしょ。なくなった、なくなった、なくなるよね。うん、なんか全部夜賄えちゃうじゃん。うん、ご飯食うにしても夜ご飯でいいじゃんってなるしさ、うん、なんかカラオケするってなってもじゃあその飲んだ先のバーにあるカラオケでいいじゃんみたいになるし、うん、なんかこうなくなるよね、昼に できることというか、昼にするの。服買いに行くぐらいでしょ。うん、もうその服をわざわざ何回も買いに行かないじゃん。うん、まとめて買いそうだね。うん、俺結構一気にまとめてガッて買うね。うん、でも出ない。うん、なるほどね。うん、いや、昼遊ぶことないよな、本当に。昼遊ぶことないよね。でも前あれ言ったよ、なんか体動かしたくて、うん、ボルダリング行った。してる？してるよ。行く？一緒に。いや、行かないもん、そういうの。で、筋肉痛になっちゃって、うん、腕が、次の日ギター全然弾けなくて、うん、で、なんだっけな、その時も次の日インスタライブやるとか言ってたんだけど、うん、もう全然ギターが弾けないのよ。あれすごいハードだから。わかるよ。握力めっちゃ使うやつでしょ。そう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 。ね。俺会員になったから。やば。多分足のサイズも同じぐらいだから、よかったらシューズとかもプレゼントするので。ああ、全然大丈夫、全然。全然大丈夫。あんな突起物をつまむ機会が人生において俺はない。楽しい。あ、もうちょっと1時間になっちゃうって。これ1時間でマストで切れるの？そう、マストで切れる。あ、そう、初めて使ったマストって。そう、1時間で切れちゃうんだよね。あ、そうなんだ。うん、またそのそのうち会ってください、僕と。いやね、全然ご飯行こうよっていうか。ご飯行きたいね。うん、いや、っていうかなんか7時半からタクヤもインスタライブするっつって。あ、そうなの？行くの？一緒に。あ、一緒に行く、行くのつが。一緒に行くってない。インスタライブ一緒にやるの？いやいやいや、全然全然、なんかするって言ってたから。いや、なんか昨日タクヤが本当はインスタライブするって言ってたんだけど、うん、あの俺らが YouTube で幕張の時のライブを公開してたのよ。うん、うん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 、9時ぐらいからかな、やってて。で、それに多分結構かぶっちゃうぐらいの時間だったね、うん、多分タクヤがやる時間は、うん、からわざわざこう明日にしますって言って、次の日にしますってずらしてくれて、うん、やるってなったんだけど、君が誘ってきたじゃない。申し訳ない。結局やっちゃうみたいな、結局かぶっちゃうみたいな、タクヤの優しさが無限になるっていう。ごめんなさい、ごめんなさい。タクヤさん会ったことないけど、ごめんなさい。全然全然。じゃあ俺もそろそろじゃあ準備してこようかな。
そうだね。うん。ありがとう、今日は、本当に。うん。俺も見て。とても楽しかった。ちょ、あんま見ないでほしいけど。なんでちょっとなんか、歌ってる人見てんの緊張するじゃん。8時からでしょ。うん、8時から。30分歌うってこと？ 30分歌って30分は話しながら歌う。オッケー、見てるわ。うん、ありがとう。楽しみにして。頑張ります。はい。じゃあ、自分準備してきます。はいよ。またご飯でも。うん、行こう。ありがとう。じゃあね。じゃあね。では。そっか、これ俺がやってたのか。またタイミング見て、インスタライブしたいと思いますので、その時また遊びに来てください。では、なんか暇な方は8時からユーリがなんか歌うらしいので、一緒に、まあ、冷やかすなり、一緒に歌うなり、歌楽しむなりして、一緒に見ましょう。では、一旦、お疲れ様でした。